はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。発達病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに発達病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届くことを願っております。はい、ただいま、いや、帰ってまいりました。帰ってきましたよ。本当にね、皆さん心配してくださいましてね、ありがとうございました。昨日のね、肺活量のテストの結果がまあ良かったんで、いいよっていうふうなことで帰ってこれましたね。まあ結果はですね、なんか閉塞性、なんかこう気管支とかの系とね、空気が通る軌道がちょっとキュッて狭くなっている時がところがあるからっていうので、まあ、そこから今度は肺のね、GVHD になる恐れがあるから注意しましょうってね、言われましたね。まあ、ただね、テストをしているときにね、途中でこのなんか、ね、ホース持ってフーってするんですけども、その途中でね、ちょっと咳払いをしてしまうことがありましてね、まあ、余計に気道がちょっとキュッてこう狭くなって閉じてしまったので、まあ、その状態でテストをしたのでね、まあ、今回のような結果になってしまったのかもしれないとも言われました。まあ、ベストな状態やったらね、この閉塞性とか狭くなる状態のところにこう片足突っ込んでっていう結果にはならなかったかもしれないんですけどもね。まあでもこれの結果も踏まえて、今後の治療とね、並行にやっていくことになるみたいです。まあね、教授の回診がね、ありましてね、その時にね、教授からこんなこと言われたんですよ。いやー、知らん間にまた戻ってきましたね、言われましてね、まあ、骨髄移植の入院の時、年末のね、入院の時から、担当の先生以外ではね、担当の先生以外でも、その教授にはお世話になってたんですよ。見てもらったりしてたんでね、まあ、そのまま外来でも今は教授が見てくれてますね。その時また教授がこんなこと言うんですよ。家でクーラーつけてる？そうですね、まあ暑なってきたんでつけてますね。まあそれだけが原因とは言い切れませんが、まあ抗生剤でしばらくおとなしくしといてねってね、言うたらね、もうさっと次の患者さんに回られましたけども、まあ確かにね、クーラーつけてましたね。ちょっと盲点でしたね。クーラーをつけることが、まあ、無意識すぎたというか、でもさすがにつけなね、めっちゃ暑いんでね、まあ、昼間一人で家いてるときは窓開けて、窓のね、風通しがいいんでつけてないんですけども、まあ、それでも今熱中症にならないように、しっかりこう水ね飲んで、まあ、いっぱい大量に買ってあるんでね、対策はしてますけども、まあ、子供が帰ってきて、奥さん帰ってきたら、奥さんがこうピッてつけてくれるんでね。でもまあ、その去年の夏にクーラーの掃除を、まあ、業者に頼んで来てもらったらしいんですけどもね、まあそのプロに掃除してもらったところでって感じの僕の体の状態なんでしょうね。綺麗になったからといってはこう空気がね、舞うのは一緒なんでね、まあ多少は綺麗になってるんでしょうけどもね、少なからずやカビ菌とかっていうのは絶対埋まってるんで、まあ、そんなんが原因ちゃうかなっていうふうなことも言われましたけどもね。でも暑いんでね、つけのやってられへんわけですからね。なんかこう、例えばね、保冷剤でね、逆サウナスーツみたいなのを作ったらええんかなと思いますけど、まあそんな作れるわけないっちゅうねんね。まあっていう感じでね、まあ、無事に帰ってこれたということでした。今日は以上になります。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。